皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。皆さんお元気でいらっしゃることを願っています。BTS、防弾少年団、メンバー、シュガさんの飲酒運転容疑をめぐり議論が拡散していることからサムスン電子がブランドアンバサダー契約の中断を検討中だという。コリアヘラルドが28日に伝えたところによると、サムスン電子の内部事情をよく知る関係者は、 ファンダムと関係なく社会的議論を起こした人物をブランドアンバサダーとするのはリスクが大きい。慎重な検討が必要だと明らかにした。またそれでもシュガさんを広告からすぐに削除しないだろう。契約は BTS 全体と結んだものであるためだ。シュガさんがチームを脱退しない限りすぐの措置は難しい状況だ。状況をもう少し見守る必要があると付け加えた。 サムスン電子ドイツ法人は17日に公式 X アカウントからシュガさんがサムスンのギャラクシー S24 ウルトラを持つ広報写真を削除した。この写真は15から16日に投稿されたが、飲酒運転事件後にシュガさんが広告に出続けるのは不適切という内外の BTS ファンの主張が出てきて写真を下げたものとみられる。 サムスンと BTS のパートナーシップは2020年2月に始まった。BTS はサムスンのスマートフォンのグローバルアンバサダーとして活動し、BTS をテーマとした Galaxy S2-0 p l u と Galaxy Buds ラスエディションを発売した。2022年8月にはニューヨークのタイムズスクエアのスクリーンで BTS と Galaxy Z Flip 4のコラボ映像を放映した。 昨年ソウルで開かれたギャラクシーアンパック行事にはシュガさんが登場した。シュガさんは6日午後11時27分頃、ソウルハンナムドン、ハンナムドンの道路で電動スクーターに乗って一人で倒れているのが発見された。近くにいた警察官がシュガさんを助け起こし飲酒測定した結果、血中アルコール濃度が低水水準である0.227%と現れた。 動画をご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。